俺でいいのか？広がる次元の遥か彼方、人間と魔物二つの相入れぬ存在が手を携え共に暮らす世界があった。世界の中心都市エルサーゼではこの日年に一度の祭りが開かれ、たくさんの人と魔物たちでにぎわっていた。読めたぞ。あの景品を手に入れる完璧な作戦が。すごい、さすがね。よし、私だって。要は当たればいいのよね。当たれば、魔物が人を襲うなんて今までなかった。まさか全ての魔物がおかしくなってしまったのか。え、じゃあホミロンも。ホミロン、よかった、この子は平気みたい。だが見ろよ、城にまで魔物が押し寄せている。まずい状況だな。よく聞いてくれ。まずは俺が城の裏手に回り、こっそり中の様子を伺ってくる。その間にお前は。もしかしていつもの長い作戦？悪いけどパス。私たち王様の親衛隊でしょ。早くリルク王を助けに行かなくっちゃ。おい、まったく、一人じゃ何もできないくせに。
魔物。一通りやっつけるしかないわね。おすすめの攻撃を使って何とか乗り切ろう。灼熱火炎山。次は特に呪文のおさらいだよ。どっちも MP を消費して使うんだ。画面の左下にあるのが MP ゲージだよ。早速特技を使ってみよう。ここの魔物も片付いたな。急ごう。玉座の間はもうすぐだ。煉獄斬り。もうここにも魔物。急いでやっつけなきゃ。灼熱火炎山。燃えろ。見て見て、木箱の上に宝箱がある。何かいいものが入ってるかもしれないよ。宝箱は近づいて立ち止まると開けられるようになるよ。よし、ここにいる魔物は全て片付いたようだな。この様子だと城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。ますますディルク様が心配ね。急がなくっちゃ。新鋭隊長よ、魔物たちが一斉に襲ってきおった。皆正気を失っておるようじゃ。城も町もほとんど占拠されています。早急に作戦を練らねば。まず玉座の前で俺たちがディルク様とホミロンを背後に守って立つ。そして広間へ押し寄せてくる魔物と対峙する。魔物が近づいてきたら一方が飛び出して魔物を蹴散らす。もう一方はその場にとどまり、撃ち漏らした奴らからディルク様たちを守るんだ。一通り魔物をやっつけたとしても油断はできないぞ。俺の読みでは奴らはいくつかの集団に分かれて波状攻撃を仕掛けてくるはずだ。魔物が攻めてくるたびに一人が攻め、もう一人が援護する。これを繰り返していけば体力を温存しつつ敵の攻撃をしのぎ切ることができる。もうまた長いやつパス。私はとりあえず襲ってくるやつを片っ端から倒すことにするわ。お前な、そういうのは考えなしの力を知ってるんだぞ。大いに結構。我ら三人力を合わせればいかなる軍勢も押し返せようぞ。
いざいざ奮い立て、我らの城と町を守り抜くのじゃ。上出来だな。炸裂火炎山。読み通り波状攻撃を仕掛けてきたか。よし、俺の作戦通りに。もう下がって窓を欲しいからパス。要は片っ端から倒せばいいんでしょ。天国入り。その通りじゃ。二人とも最後まで気を抜けないぞ。炸裂火炎山。勝つためには頭を使わないとな。行くぞ。ちょっとここにもこんなに。ホミロン、今行くからね。お祭りで城下に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。よし、完璧だな。よし、もう
一息じゃ。予想はしていたが、やはりこういうやつもいたか。襲ってくるなら倒すだけよ。たとえドラゴンだったとしてもね。みたいに俺たちが助けるさ。分かった。頑張るよ。二人とも闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むにはまず弱点を見極めるんだ。ドラゴンの弱点は頭と尻尾じゃ。よく狙って攻撃を叩き込め。上出来だ。サクサクたたよさなければ。今よりドラゴンがひるんだ隙に攻撃を叩き込むのじゃ。全て読み通りだ。
これで一通りやっつけたわね。いや、ってどうしたの？カッコつけてないで、あんたも素直に喜んだら？いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は王都の魔物は一掃されている。だが一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに魔物たちの異変が王都でのみ起きているとは考えづらい。とすればもうまた長いやつ、うん、つまりそれって他の町も危なくなってるかもしれないってことよね。わしもまさにそれを案じておった。とすればことは一刻を争うぞ。ご安心ください、すでに完璧な作戦を用意してあります。出始めに西の森を抜けコートルダへ。そしてさすがじゃ、かの地コートルダには魔法技術の粋が集まっておる。何かしら解決の糸口が見つかるやもしれんからな。さすがリルク様、素晴らしい作戦だわ。いや、それは俺の作戦。それじゃあ早く行きましょう。バクマ、バクマ行く。よーし、我が勇敢なる親衛隊たちよ、いざいざ出陣じゃ。なんというまがまがしき姿よ。これは闇竜シャムダか。ホミロン、危ないわ。後ろに下がってなさい。僕もう逃げないって決めたんだ。世界を元に戻すために一緒に頑張るよ。ホミロン、お前も随分強くなったな。よし、行くぞ。はぐれるなよ。いいわよ。なんて頑丈なやつなの。これだけ攻撃されてひるまないなんて。これが闇竜。他の魔物とは桁違いの力ですね。
られない。なんて力なの。どうしよう。こいつを止めるにはどうしたら。落ち着け。奴も無敵じゃないはずだ。わかってるわよ。でも早くしないと城のみんなが。ここまで追い詰められてしまったか。残されているのはもう城のみですわ。ここを突破されたら世界中が。本当に最後の砦というわけですね。来た。みんな作戦通りに行くぞ。息子よ、この光の腕輪は我らが代々守ってきたもの。とても強い力を秘めた特別な腕輪なのだ。だがお前が真の勇気に目覚めぬ限り、腕輪の力もまた目覚めることはない。真の勇気とは恐怖に立ち向かう強き心、そして己の身に変えても大切なものを守ろうとする優しき心。お前が真の勇気を持つ者ならば、きっと腕輪は応えてくれるだろう。やっぱりホミロンの冠が。やったやったよ。僕真の勇気を出せたんだ。光の腕輪が応えてくれたんだよ。ホミロンすごいわ。ホミロン、お前は本当にすごいやつでです。あれを、シャムダの体を覆う闇が腕輪の光で弱まっていますわ。倒すなら今だな。作戦は、もう必要ない。あとは立ち向かうだけだ。オミロンに負けない勇気を持ってな。
前を倒して絶対に取り戻す。魔物と人が共に暮らすあの世界を。二人とも本当に強くなったな。守護者として誇りに思うぞ。さあこのわしがついておる。持てる力を全て発揮するのじゃ。伝説の闇竜シャムダと戦うだなんてさすがに予想はしてなかったけど、最後までとことん付き合わせて。挑戦者としてじゃなく仲間として。に勝てばこの世界を破滅から救うことができるのですね。その時は私も姫様に。やはり私には。群れるのは好きじゃない。だがたまにはこういうのも、仲間の絆っていうのも悪くないな。ガゼン燃えてきたでガス。ここで出会った大事な仲間のために一肌でも二肌でも脱ぐでガスよ。まったくレティスったら大変なことに巻き込んでくれちゃって。あ、でも感謝しなきゃね。この世界で最高の仲間と出会えちゃったわけだし。まさか絵本で見た闇の神様と戦うことになるなんていつか私に子供が生まれたら話して聞かせてあげたいですわね。私とフローラさんがこんな冒険をしたって知ったがりましたわ。みんな驚くだろうな。こいつをやっつけて元の世界で待ってるみんなをもっとびっくりさせてやるわ。闇の竜だかなんだか知らないけど、これ以上の勝手は許さないわよ。マーニちゃん華麗な踊りで昇天させてあげるわ。ブレイク。
いいわよ。分かったわ。弱ったとはいえまだこれほどの力が。何かもう一押しあれば。皆さん、ご無事ですか？この通信、バトシエだわ。よかった、最終調整が間に合ったのね。これより、我々も一緒に戦います。世界に平和を取り戻しましょう。私たちも応援してます。どうか闇竜を倒し、世界を守ってください。我が一族も、皆で祈りを捧げています。あなた方の勝利を願って。私も乗せてもらったわよ、この戦いの結末を見届けるためにね。聞こえましたか？他の町の方々も駆けつけています。ありがとう、みんな。頼もしい部下を持てたこと誇りに思うわ。それじゃ総員、砲撃準備。前段惜しみなくぶっ放しなさい。お任せください。聞こえたな、みんなの声が。よし、最後の作戦を言うぞ。ここまで来たら俺たちが取るべき作戦はたった一つだ。いいか？分かりましたわ。よく聞けよ。え、まさかまた長いやつ？いや、今までで一番シンプルさ。全力で世界を守り抜け。以上だ。了解。ありがとう。わかりました。
闇竜が消えていくでガス。闇が光に変わっていく。わー、すっごく綺麗。ありがとう。みんなにもな。さあ、お祭りのやり直しだ。たくましいの。あれだけのことがあったというのに、この盛り上がりようじゃ。あんなことがあったからこそですが、今回の一件では人も魔物も傷つき、悲しい思いをたくさんしましたもの。大変な苦難を乗り越えた喜びを皆で分かち合っているのでしょう。ん？あ、ねえ、見て。きっと私たちを迎えに来てくれたんだわ。元の世界へ送り届けるためにね。え、みんな帰っちゃうの？そんな、せめてお祭りが終わるまで待ってもらえないのかな。せっかくのお祭りだもの、私ももっと楽しんでいきたいわ。だけど賑やかなのが終わった後だとお別れがもっと寂しくなっちゃいそうだから。そうですね、姫様のおっしゃる通り、我々はこの辺りでおいとますることにいたしましょう。分かっていたこととはいえ、いざさよならとなるとやっぱり寂しいでガス。やだ、言っちゃやだよ。やめてよ、私まで泣きそうになっちゃうじゃない。私たち強い絆で結ばれた仲間ですもの。本当はずっと一緒にいたい。でも元の世界にも私たちの帰りを待ってる大切な人がいる。だから戻らなくちゃね。そうよね、すっごく寂しいけど
みんなには元の世界に帰るべき場所があるんだものね。ほらホミロン、あんまりみんなを困らせるなよ。やあね、湿っぽくなっちゃって。根性の別れってわけでもないんだし、もっと明るくさよならしましょうよ。別の世界に暮らしていても私たちこうして出会えたんだもの。きっとまた会えるわ。そうね、絶対また会いましょう。うん、約束よ。うん。また会うことがあればはっきりさせようぜ。俺の剣とお前の完璧な作戦、どっちが強いかってことをな。ああ、約束だ。これで全部終わったのね。いや、まだ終わりじゃない。みんなの力で闇竜は滅び、世界は平和を取り戻した。だが、いつまたヘルムードのような奴が現れないとも限らない。それに、俺たちがまだ見ぬ世界がいくつもあるんだ。この世界の外にどんな危険が潜んでいるのかわからない。つまりだ、俺たちはこれからも…もう、また長いやつ？わかってるわよ。ん？守っていきましょう。私たちの世界を。ずっと一緒に。ああ。